コズミックイラのトゥルーミッション。前回はアークエンジェルが撃墜されちゃって任務に失敗したけど、アイナさんのアプサラス3ね。今度は大丈夫なの？確認する限り不明なデータはないみたい。欠けているデータもね。全てのデータ揃ってる。全ての、ここに舞い降りるべき彼も多分ね。その思いと力がきっと状況を打破してくれる。アマダ上位がアプサラスを一声でブレイクアウトさせたようにか。ここはそういう力が集まる場所なのかもね。さあ出撃しよう、小隊長さん。アラスカ基地の状況は前回と同じだよ。サイクロプスは止められない。ハヤト君、ガンタンクは俺が守る。支援攻撃に専念してくれ。了解です、アマダ少尉。重心が焼けつくまで撃ち続けます。あとはキラ・ヤマト君ね。前と同じで時間がないよ。急いで、小隊長さん。ブレイクミッションの時と状況に違いはあるの？敵はザフト軍だけみたいだけど。前回入れなかったブロックが解放されてるね。ルートに制限がかかりそう。ブレイク、あ、アークエンジェルにフラガ少佐さんが帰還したみたい。誰？味方なの？ムーラ・フラガ少佐、エンデュミオンの鷹の異名を持つエース。頼れるみんなの兄貴分ってとこかな。通信開くよ艦長。すぐに撤退だ。あ、ブレイクミッションの時に、この直後に撃沈されたんじゃ。今回は大丈夫なはずだよ。こいつは飛んだ作戦だぜ。守備軍は一体どういう命令受けてんだ。まさか自爆のことは。誰にも知らされてないよ、味方にもね。いいか、よく聞けよ。本部の地下にサイクロプスが仕掛けられている。作動したら基地から半径10キロは溶鉱炉になるってサイズの代物が。この戦力では防衛は不可能だ。パナマからの救援は間に合わない。やがて守備軍は全滅し、ゲートは突破され、本部は施設の破棄を兼ねてサイクロプスを作動させる。それでザフトの戦力の大半を奪う気なんだよ。それがお偉いさんの書いたこの戦闘のシナリオだ。そんなことって。俺はこの目で見てきたんだ。司令本部はもうもぬけの殻さ。残って戦ってるのはアークエンジェルのようにあっちの都合で切り捨てられた奴らばかりさ。軍隊っていうのはどの歴史でもこういうものなの？アークエンジェル、こちらアラスカ基地守備軍、援護に向かいます。脱出を。すまん、お前たちもここから退避しろ。脱出もかなり厳しいが諦めるな。本艦はこれより現戦域を放棄、離脱します。総員第一戦闘配備。でも基地は中も外もザフト軍でいっぱいよ。脱出は可能なの？大丈夫、あとは彼が間に合ってくれれば。機関減速、回避運動、急いで。合流できた、アークエンジェル。離脱してください。基地のメインゲート突破されました。もうゲートはくれてやったんだ。こっちは見逃してくれたっていいだろうが。ここまでなの？ナミアス艦長さん、諦めないで。ここは私たち守備軍が抑えます。援護お願い。お前たちも無理するな。この基地は最後の手段を使う、自爆だ。了解してます。でもギリギリまでザフト軍を掃討します。オズゴロフ級潜水母艦が厄介だね。対空性能が高くてアークエンジェルが掘れない。水面に顔を出してる潜水艦ね。小隊長、最優先で攻撃して。解放された剣が振り下ろされるまで。また潜水艦が浮上。小隊長、場所を確認して。ほっとくとアークエンジェルがヤバいよ。損傷箇所の修復急いで。敵は待ってくれないわよ。いけない、アークエンジェルの水力が明らかに低下してる。回避運動急いで。このままじゃ持たない。お、トゥルーミッション成立確認。クリオ、上から。アークエンジェル、なんだ。こちらキラ・ヤマト、援護します。今のうちに体幹を。マリュウさん、早く体幹を。あの機体、
本当にキラなのか。間違いない。フリーダムガンダム。これで歴史がつながった。キラヤマト君、応答願います。え、ユノさんにサクラさん、どうしてここに。それよりも連合の作戦で本部の地下にサイクロプスが仕掛けられてるんだよ。え、アークエンジェルがおとりに使われたの。もっと基地から離れないと。わかりました。小隊長さん、フリーダムと一緒にアークエンジェルの退路を確保して。ザフト、連合、両軍に伝えます。オープンチャンネルで通信を。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。彼は全ての人を助けようというの。何かをなそうと思ったら思いだけでも力だけでもダメなんだよ。それを両立しうるのがあのガンダム。繰り返します。アラスカ基地は間もなくサイクロプスを作動させ自爆します。両軍とも直ちに戦闘を停止し撤退してください。あいつだが、ここは乗るしかないか。艦長、今のうちだ。急いで離脱を。小隊長さんたち、支援をお願いします。撤退の準備も忘れないで。僕にはやれるだろ。お願いだ、逃げて。あ、でよし、敵の追撃を振り切った。急ぐんだ、もう時間がない。期間最大、離脱します。キラ君、もう時間がない。アークエンジェル追って。小隊長さんたちは。私たちもすぐに離脱します。心配無用。わかりました、ご無事で。これで正しく歴史が進む。爆発前に私たちもブレイクアウトするよ。くそ、まだか。うまくやれたな、ありがとう。東南アジア戦線ラザでの戦い、いよいよ大詰めだね。またあのエースパイロットのグフと戦わないといけないのね。いや、今回はラザの市街地を越えた先、山間部に築かれたジオンの秘密基地。本来の歴史でグフカスタムを倒した第 08MS 小隊の指導天田少尉を援護することになるよ。みんな聞け、俺は軍を抜ける。ラサ市街戦の後の時間軸ということね。以前のニューポートシティでの戦いと同じか。この鉱山基地で前に戦ったアプサラス3が開発されてたんだよ。ということはアラスカ基地で戦ったアイナさんが出てくるのね。アプサラスシリーズの開発者であるギニアス・サハリン技術少将さんと一緒にね。シロー大丈夫か、シロー。そうだ、天田少尉とアイナさんの関係って恋人？でも連邦の士官とジオン将校の血縁よね。東南アジア戦線で戦う以前から敵味方の関係で会っているんだよ。二度にわたって生き延びるために協力するうち、互いの理想や価値観が近いことに気づいて自然に。素敵な話だけど敵味方の立場は変わらない。天田少尉はどうするつもりなの？彼は連邦軍を抜けたよ。ノリス・パッカード大佐、あのグフカスタムとの戦いの後でね。そんな敵前逃亡扱いになるじゃない。サクラ、なんとかしないと。ユノ、落ち着け。ユノ、脳波レベルかなり乱れてる。ユノ姉さん、あんまり入れ込みすぎちゃダメだよ。あくまでも私たちの目的は正しい歴史を成立させることなんだからね。ノリス大佐は天田少尉に敗れたのね。ガンタンクの全滅と引き換えにね。三日月オーガス、出るよ。ためらわないさ、僕はガンダムマイスターだ。アイナ、待っていてくれ、すぐに行く。敵の新型モビルアーマーはこの先です。天田少尉、君たちはギャザーロード隊の。今回私たちはジャマーチ招待じゃないのね。久々に正式な部隊名で呼ばれた気がする。俺に付き合う必要はない、俺は軍を抜けた身だ。天田少尉、
敵前逃亡は銃殺じゃ。逃げるつもりはない。アイナを止める。なぜそこまで。天田少尉さんはそういう心根の人だから。でもそれが歴史を作るんだよ。邪魔だね少尉。どうして軍を抜けるなんて。敵味方に分かれて戦ってはいてもいい人間はいる。分かり合えるんだ。俺にはそれがこの愚劣な戦争でのただ一つの希望だと思っている。でも私たちは戦争をしているんですよ。ミノ姉さん、ガンダムに乗り手には多いんだよ。こういう信念を持つ人が。みんなを巻き込んでしまって本当にすまない。それがガンダムに選ばれるということ。諦めない。敵モビルアーマー、アプサルス3の出撃を確認。攻撃を開始。アイナが。サクラ、通信を傍受して。連邦に次ぐモビルアーマーのパイロット、アイナ・サハリンです。私は一時休戦を申し入れます。直ちに攻撃を中止してください。バカな。ケルゲレンが無事に脱出できればそれでいい。威嚇するだけで十分です。攻撃を外して交渉を。うるさいハエが飛んでいるようだな。お兄様。目障りだ。アイナ、誰と一緒なんだ。ギニアス・サハリン技術少将です。アプサルスの開発者で彼女のお兄さん。あの懐中時計の写真に写っていた実の兄。アイナは兄さんの操り人形になりたくないと。小隊長、こんな悲しい戦いはしちゃいけない。モビルアーマーの動きを止めて。すぐに楽にしてやる。私の前に出てくるとは。すぐに楽にしてやる。ギニ、これはどうだ。消えてもらう。私の夢の障害になるものは全て。直撃させる。邪魔だ。アイナ、やめるんだ。俺たちがどうして戦わなければならない。この人、私の身を案じて。正気か。連邦の人間を信用するなど。お前だとて敵の冷酷さは分かったはずだ。でも復讐したからといって兵が生き返るわけもない。どうやらお前とは言葉が通じないようだな。あなたとはもうずっと前から私には。貴様、愛など粘膜が作り出す幻想に過ぎん。母様もそうやって我らを捨てたのだぞ。かわいそう。だからこんな鉄の支給が必要だったのに。分かったようなことを言うな。これは戦争なんだ。いいえ。己、投降しましょう。そして楽になりましょう。貴様、忠誠、まさか。貴様なのか。お前のせいで妹は死ななければならなかった。撃ったのか、実の妹を。まさか、ありえん。アイナを返せ。目を覚ましてくれ。死ぬな、アイナ。嘘だろ、そんな。また一緒になれた。生きていた、アイナが生きていた。たまら、止まっている。兄がくれたこの時計がまた二人をつないでくれた。アイナ、生きていたのか。すぐ楽にしてやる。兄が妹を殺し、俺はお前を。天田少尉、アイナさんを連れて下がってください。ここはギャザーロード隊に任せて。ミノ姉さん、ちょっと。すまない、ありがとう。何やってんの。トゥルーミッションなんだよ。私たちが成立させる。小隊長、ジオン公国の栄光のため、我がサハリン家繁栄のために、グレンの炎に焼かれ灰となれ。私の夢、受け取れ。この私を凌駕する力があるとでも言うのか。貴様らごときに私の生涯をかけた夢が分かってたまるものか。まだ動く。行け。バカな、この私が、私が。くらえ、当たれ。バカな、我が夢、
ここで朽ち果てるというのか。アクサラス3撃破確認。これで手術が成立するはず。管理システムからの警告はなし。生死との際は自動修復モードで対処。さくら、ごめん、やっぱり成り立たなかった。おこごとは後でするとして、トゥルーミッションの再登録はできそうだよ。ともかくブレイクアウトするね。少しだけ歴史をねじ曲げちゃったのね、私。うん、終わった。帰ったらご飯あるかな。ユノ・アスタルト特務総長、宇宙世紀 UC0079 の人物、天性の才を持つプログラマー。やはり奴の見立てはパーフェクトか。トゥルーミッションにおいて多少とはいえ歴史の改ざんを成功させた。だがこのままより深い階層で歴史介入のデータを奴に与えるようなことになれば、これ以上は定時スキャンの時に俺のことが知られてしまうか。何か方法はないか。レディ・ユノに真実を伝えるために。プトレマイオス2を助けに行くんだね。前回はデータが欠落してたけど、今回は大丈夫。修理中のトレミーは持つの？戦術予報士のスメラギリ・ノリエガさんをはじめ、ソレスタルビーイングのクルーは優秀だよ。今回はガンダムマイスターたちも戻ってるでしょうし、4機のガンダムで守ればなんとかなりそうね。残念ながら1機は GN 粒子切れ、もう1機は合流が遅れてるから戦力は半分だね。遅れている方のマイスターは間に合いそう？無理だね。刹那 F ・セイエ君には彼にしかできない役目があるから。アザディスタン王国の王女様、マリナ・イスマイールさんに会うっていうね。一国の王女様って支援者？残念ながら武力による戦争根絶を掲げるソレスタルビーイングとは全く逆な立場の人。一貫して対話による平和を説いている人だからね。その二人が会うことで歴史が動く。彼女と未来を作る子供たちの歌がやがてね。それはまたしばらく後のお話だよ。なら今やるべきは半減した戦力を補って母艦プトレマイオス2を守ることよね。ただなんかミッションデータが乱れてて不時着位置が確定してないみたい。今回はどこに降りたか決まってないってこと？トゥルーミッションでしょ。どうにもデータが不安定なんだよね。同時間軸で干渉してるデータがある。同じ時間に起きている別の事象がエラーを引き起こしてるってこと？実際に出撃して調べてみないと何とも。プトレマイオス2の所在確認もあるしね。トレミーの安否が観測された時、初めてトレミーの不時着場所が確定するわけだから、それを生死として再登録するよ。はあ、シュレーディンガーの猫、もといトレミーか。敵の戦力はこちらの想定以上か。僕たちが力を合わせれば。あんたは俺が守るよ。オルガに言われたからね。ためらわないさ、僕はガンダムマイスターだ。今向こうに着地した機体は、アリオスガンダムとセラビーガンダム。合流しよう小隊長さん。こちらソレスタルビーイングサポート部隊、プトレマイオス2まで支援します。協力感謝する。無理はするなよ。でも少し無理して進む必要があるかも。ドレミーが撃沈される前に僕の仲間を落とさせやしない。守ってみせるんだ。アローズの増援が続々と来てる。物量で押されるとまずい。これ以上の進行は食い止める。味方を見殺しになんかしない。途中でイノベーターの妨害があり得るよ。みんな気をつけて。油断せずに行くぞ。落ちる。当てる。これだけの敵戦力、プトレマイオス2は防ぎきれるの？方向システム、
火器管制通信、センサー類の損傷が甚大なんだよね。どうしてそんなことに。極秘データベースにアクセスするとダブルオーライザーを起動させラグランジュ3の敵を退けたものの、アローズが衛星兵器を使用したのを知り、そいつの破壊ミッションに突入。見事打ち倒したが、敵の奇襲を受けて地球圏に落下、地上に不時着。しかもセツナ君の乗ったダブルオーライザーとはぐれてしまったというわけ。竹板に水の解説。そして彼はマリナ王女に会いに行くのね。ダブルオーライザーっていうのはセツナ君のガンダム？ GN ドライブを2機積んで、さらに支援機オーライザーと合体したガンダムを超えたガンダム、ソレスタルビーイングの切り札だね。でも母艦のピンチにいないのは歯がゆいわね。あれ、同時間軸でこのミッションに干渉するデータって、もしかしたらガンダム、ソレスタルビーイングか。またアローズの造影、何機投入してきてるの。邪魔はさせない、絶対に。そう、私たちがやることは変わらない。小隊長さん、連携して。先日通りミッションを継続する。この距離を狙うぐらいガデッサにはたやすいこと。やっぱり来たよ、イノベーターが。砲撃型打たせるもんか。ハレルヤがいなくても。ガンダムマイスター他にもいるの。長兵ハレルヤ・ハッティズム君、人格連の超人機関技術研究所の実験で生まれたアレリア君のもう一つの人格のことだよ。実験って、人為的にイノベーターみたいな存在を作ろうとしたってこと。反射と思考を融合。なかなか捕まえられない。わざわざ僕たちが出てきたこと感謝するんだね。僕たち、あ、まさか。しまった、トレミーの。どこまでも邪魔をして。動きさえ止めればこのまま一気に行くぞ。急いで小隊長、トレミーが破壊されたら歴史が変わっちゃう。うわあ、トランザム、エレナ、セアーン。バカな、そこだ、やらせてもらう。僕は生きてみせる。敵モビルスーツの損傷台、このまま押し切って。小隊長さん、ガンダムマイスターズ、沈め。邪魔。ここは撤退するしかないようだ。ガレッサ、撤退します。この先にトレミーがいるはず、急ぎましょう。奴らだ、包囲するんだ。応援を要請しろ。こいつ、敵の増援か、苦しい時に。こりゃトレミーの方もどうなってるか。小隊長、なんとしても突破して。なんとしても持ちこたえて。信じるのよ、みんなを。トレミー発見。戦術予報士スメラビル・ジリエダさんも無事だね。でも敵の攻撃が始まってる。このままじゃ戦隊が持たない。やらせるか。誰にも、みんなを傷つけさせたりはしない。連携フォーメーションで行くよ。みんな待って、 GN 粒子反応。無駄な戦いをするつもりはない、早々に終わらせる。やっぱりもう一機、近接タイプのやつね。人類のために不要な存在を排除する。イノベーター、やらせはしない。人間を何も知らずに支配だけを企む者たちなど。未来は私たちで作り出さないと意味がない。小隊長、トレマイオス2を守りつつイノベーターを撃破して。こうなることは初めから想定できている。我々はここで消えてもらうぞ、私の手によって。まだよ、ここで私たちがやられるわけにはいかないわ。悪あがきが過ぎるな、非力すぎる。デーダのバックアップがあるからといって。ヒエリア・アーデ、君はイノベーターだ、我々と共に使命を果たせ。断る。ヒエリア、全てはイオリアの計画に即している。同類を撃つとは忍びないが、やらねばならぬ使命がある。譲れないものはこちらにもある。イオリアに生み出されながら人類の支配だなんて。押されてる、刹那君たちは戻ってこれないの。だから彼も今は戦ってるんだってば。
アダディスタン王国で。あれ、ミッションに干渉するデータが。我らに歯向かう意味もわからぬ者どもが。これは何？歌が聞こえる。マリナ・イスマイーリさんの作った曲だ。未来を作る子供たちの歌。そうか、4時間軸のデータはこれだ。刹那君もこの瞬間戦ってるんだよ。刹那やってくれる。しかしこれ以上はやらせん。こんなところで僕はお前を許さない。僕は人間だ。あの時に誓ったのだ。仲間を守り敵を倒すと。僕たちは負けない。何度戦おうとも。再び世界を変えましょう、未来のために。よかった、トゥルーミッションが成立した。小隊長さん、本当にお疲れ様。歌、未来を作る歌か。ミッションコンプリート。ベリーグッド。このディレクトリのトゥルーミッションの再登録完了確認。しかし湯野姉さんさすがだね。フラグメントキーの修正や組み込み、さらにレベルアップしてる。まあプログラミングは本職だからね。でも天田翔衣さんとアイナさんの件は感心できないかな。うん、それを言われちゃうとごめんなさい。手術を成立させることに成功はしたけど、異なるシミュレーション結果は管理システムから警告が来るよ。来た？幸いにもまだだよ。結果誤差は許容範囲だったんじゃないかな。自動修復モードで対処が始まってるし。誤差だったという情報がさくらに伝えられていないのは気になるけど。頼りがないのは元気な証拠って言葉もあるし、私は私の仕事をするだけだよ。今回はこっちからガベージスペースにハッキングをかけて次のディレクトリに進むよ。そんなことできるのか、さくら。日野姉さんのプログラムを改造したツールだけどね。ではインストールセットアップ。パスコード入力しろ。パスコード、ガベージスペースを切り裂いて開け。ハロこの基地の全データをガベージスペースに転送開始。ちょっと、私のプログラム使ってるなら私に入力させなさいって。完了、転送完了。ガベージスペース侵入成功。さすが先輩。あとはここから次のディレクトリに。ほう、時が来たら招待するつもりだったが、まさかそちらから仕掛けてくるとはな。おっちゃあ、もう見つかった。本来はもう少しこの階層で遊んでいてもらう予定だったのだが、こちらもまだ準備が整っていないのだよ。準備っていうのは何の準備よ。私たちのブレイク修正と関係はあるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。私もセキュリティレベルが高いデータの閲覧許可はまだ降りてないよ。二人とも権限がないと言ってる。ならそれを与えるのは誰？さて、急なゲストとはいえもてなしの心を忘れるわけにはいかない。ジェントルマン気取りね。本当に紳士なら黙って通してほしいものだけど。ふん、通すべきか判断する必要があるのでね。ドレスコードとでも思ってくれたまえ。小隊長くん、出てくるのは君だろう。準備をしたまえ。じゃあ見せつけてやろうか、小隊長さん。ええ、私たちのとっておきのドレス、モビルスーツをね。プラグイン P、 起動を確認。運用データの検証を開始する。援護する。
あんたは好き勝手やっていいよ。この悪夢のような連鎖を僕が断ち切る。ほう、出てきたな、小隊長くん。それが君のモビルスーツか。ドレスコードはクリアとしておこう。な、何これ、ガンダムじゃなくてモビルアーマー。人にはドレス着ろって言っておいて、自分は戦車。主催者側の権限とでも思っていただく。どうしてここで急にモビルアーマーを。小隊長、対戦車戦よ。どう戦うかね。ここまで大きさの違う敵を相手に。どうしたのかね。まだまだこれからだ。主砲の巨大ビーム砲、副砲にミサイル、思い切り近づくか、距離を離すかした方がいいよ。中途半端な距離は禁物よ、小隊長。さあ、いろいろ試してみてはどうかね。こちらもデータが取れる。それが目的なわけ。あなたが今まで乗っていたガンダムとは関係ないの。私にはそれを答える権限は与えられていない。さすが小隊長くんだが、この装甲には手を焼いているようだな。全部が硬いわけじゃないよ。接合部とか中央部のカバーだ。え、攻撃を集中させて動きを止めろ。ちょっと、もっと詳しく。何のことかね。慣れてきたな、小隊長くん。攻略法も教わったしね。何のことだ。あなた、私たちを助けたいんじゃないの。できれば、だが。人格プログラムにエラーが発生中だと。また混乱する。小隊長さん、今がチャンスだよ。この人格の乱れ、管理システムと本来に。俺の話をよく聞け、レディー・ユノ。またエラーだ。私の人格データはどうなっている。ハーベス、未来を否定するな。起こったことは、それが自然なのだよ。人格データ自動修復プログラム実行。その上で未来を見据えて行動しろ。俺を倒すことも、その道が。プラグイン P、 活動限界か。レディー・ユノ、未来を見据える。忘れるな。待ちなさい、もっと具体的に説明を。ユノ姉さん、フィールドデータの負荷がすごい。イリオンステーブルに戻るよ。未来を見据える。ミッションコンプリート。さくら、さっきの戦車型のモビルアーマー、あれについて何か分かった？私が閲覧できるデータベースにはやっぱり載ってないんだよね。モビルアーマーのデータをテストした。何のためにというのは見えないけど。そこよりも気になることを言ってなかった？未来を見据えろでしょ。何を指しているのかしら。ユノ姉さんにとっての未来、一年戦争の後の話という意味かな。その割にはブレイク現象に私の時代、宇宙世紀のモビルスーツが絡みすぎてるのが気になるのよ。ランバラル隊と戦ったソドンの町近郊から始まって、アフターコロニー時代のサンクキングダム、ニューポートシティにはザクやグフが大量に現れて、コズミックイラ時代の地球連合のアラスカ本部にはアプサラス3や EG8 がいて、そしてラサでの戦いにつながっていったのよね。でもブレイク現象が特定の、しかも外部から来た人間に対応してるなんてあるかな。それを確かめるためにもやっぱり次のディレクトリーに行くしかないわね。イエスさん。じゃあハロ先輩、インストールしよっか。もうインストールきつい。ハロ、そのうち壊れる、言うの。